ロバート・コール・ガーナーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロングビーチ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。祖父母が、九州出身の日系三世。2003年の MLB ドラフトで、コロラドロッキーズから26巡目で指名され入団。2003年から2004年は、怪我の影響でプレーすることはなかった。2005年に、実戦復帰した。この年は、 参加アドバンスルーキーリーグのキャスパーロッキーズで66試合に出場した。2006年は参加シングル A のアッシュビルツーリスツで120試合に出場した。2007年は参加アドバンス A のモデストナッツで96試合に出場した。この年の球団の最優防株となった。2008年は右腕を負傷し7月にシーズン絶望となった。 2009年は参加 AA、A、のタルサドリラーズでプレーした。2010年は参加 AA、A、のコロラドスプリングススカイソックスでプレーした。オフに40人枠に登録された。2011年は開幕を AAA で迎えた。7月4日にメジャーデビューを果たした。代打で出場し、ライトフライという結果だった。翌日、 イアン・スチュワートとの交換でトリプル A で降格した。オフの12月12日にノンテンダー FA となった。2012年1月4日にニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結んだ。この年は参加トリプルエースクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレーした。2013年1月4日にミルウォーキー・ブルワーズとマイナー契約を結んだ。開幕前に 参加トリプル a のナッシュビルサウンズへ配属された。7月26日に FA となった。2014年はアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズでプレーした。132試合に出場し打率313、26本塁打、92打点、18、盗塁を挙げ、リーグ MVP に輝いた。2015年3月13日にメキシカンリーグの レイノサブロンコスと契約した。40試合に出場し打率。342の好成績を残していたが、5月26日に FA となった。5月28日にトロントブルージェイズ三回 AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツに入団した。11月6日に FA となった。2016年7月14日にアトランティックリーグのニューブリテンビーズと契約した。 2017年3月23日、BC リーグのニーガダール・アルビレックスベースボールクラブが獲得を発表した。7月7日に自らの希望により退団した。2017年7月12日にアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズに復帰したが、シーズン終了後に退団した。ありがとうございます。